はいどうも SH スタジオです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は2024年2月発売予定のガチャガチャ紹介パート2を皆さんと一緒に共有していきたいと思います。まずは食品系のガチャガチャから見ていきましょう。こちら生き物 ATC 桃屋マグネットコレクション、1回400円のガチャガチャです。めちゃくちゃうまそうですね。もちろん SH さん全部食べたことがあるんですけども、この中だったらやっぱりね、定番はご飯ですよなんですよご飯ですよなんですよ、ですよがいっぱいですよですけども、意外とねこのザーサイなんかも美味しかったりするんですよね。ちょっと刻んでチャーハンに入れたりとか、もうそのままねおつまみとして食べてもねめちゃくちゃ美味しいんですよ。だからこれどれ当たってもいいね。見つけたら必ず回していきたいと思います。続きまして K2 ステーションデルモンテミニチュアコレクション、1回400円のガチャガチャです。おなじみのこのパッケージね、めちゃくちゃ可愛いんじゃないですか。やっぱりこれさ、この1番のトマトケチャップ欲しいよね。それとさすがさ、トマトメーカーだけあってカットトマトとかさ、ちょっとリッチなねケチャップとか、この辺もあるの知らなかったんでね、ちょっと興味ありますね。続いても K2 ステーションサンドイッチハウスメルヘンぬいぐるみマスコット新装版、1回400円のガチャガチャです。サンドイッチうまそうこれあ、今回ぬいぐるみなんだね。結構ふかふか系なのかな。 SH さんどっちかというとね、ちょっとやっぱりね固めのミニチュアの方が好きなんですけども、このぬいぐるみもねなかなか可愛いんじゃないかなと思います。この中だったらやっぱ人気ナンバーワンのフルーツスペシャルかな。続いてはウルトラニュープランニングオリオンミニチュアマスコット、1回300円のガチャガチャです。これめちゃくちゃ楽しみなんですよね。オリオンのねこの商品って過去に何回かねガチャガチャ出てるんですけども、バッグとかメタルチャームとかだった記憶があるんですが、今回ねこのミニチュアマスコットとなって登場したということで、めっちゃ楽しみですね。このミニコーラとかね、あとココアシガレット、この定番はもちろん狙っていきたいんですけども、もうなんなら全種類ねコンプした勢いでございます。これは見つけたら開封動画でねアップしていきたいなと思います。続いてもウルトラニュープランニングモロッコヨーグルミニチュアマスコットボリューム2、1回300円のガチャガチャです。これもおすすめですよ。 SH さん回したことがあるんですけど、結構ね大きめだったんです。縦がね約3センチって書いてますけど、本当にねデカめですね。でちゃんと蓋が開くので、ちょっとした小さいものね入れるのにもいいんじゃないかなと思います。続きましてレインボーチョコレートカカオミニチュアコレクション、1回500円のガチャガチャです。何これうまそうなんだけど、さすがレインボーさんですね。国内最大級のスイーツ系 YouTuber のレシピがミニチュア化、とりあえずうまそうってことしか目に入りませんが、安心なのはねレインボーさんが作ってるっていうことですよ。本当に細かい作業ですから、これはちょっと楽しみにしたいですね。続きましてクオリアトットロンふりかけアクリルキーホルダー、1回300円のガチャガチャです。これも大好物ですね。めっちゃ欲しい。トットロンシリーズって結構ねアクリルキーホルダーしっかりしてるんですよ。中のふりかけもちゃんと動くようなギミックがついてると思うので、めちゃくちゃ楽しみです。続いては J ドリーム3連駄菓子マスコット BC2、 1回300円のガチャガチャです。これもめちゃくちゃ可愛くないですか。いやこのさ3連でちゃんと中入ってるっていうのは素晴らしいですよね。でもたまにこれ買っちゃいません皆さんね。せいちさんね未だに買っちゃうんですけども、この中だったらね、なんか見た目的にはコンペイトー可愛いよね。でも個人的にはエビセンかな。続いても J ドリームミニ駄菓子屋マスコット7、1回400円のガチャガチャです。駄菓子屋つながりで来ましたね。ついに第7弾ですって、すごいね何回かね回しましたけども、今回新しいのは牛乳の自販機かな。その他はね過去に当たったことがあるんですけども、まあ何しろその他に駄菓子がちゃんとついてるっていうことが素晴らしいんですよね。これ回したらねちょっと牛乳の自販機狙いでやってみたいなと思います。続いてはトイズスピリッツパック入り焼き鳥マスコット、1回300円のガチャガチャです。どうしたの今回2月もすっごい食品系のガチャガチャね、美味しそうなの出てますね。今回これ焼き鳥どれ当たってもね当たりですよこれは本当にいやでも選ぶの難しい、だって全部好きだもんこれ。せいちさんどうすんのってことはもうね外れないですよ。これは万人受けするガチャガチャと思いますんでね、ぜひ皆さんも回してみてください。
続きましてブライトリンク雪の宿おせんべい付きミニチュアチャームコレクション1回300円のガチャガチャです。これたまに食べたくなるんですよね、雪の宿。 SH さん、なぜかちっちゃい頃はねこれ苦手だったんですよね。なんかおせんべいで甘いとかってあんま許せなかったんですけど、ちょっと大人になるにつれて食べられるようになったお菓子ですね。でも正直言うとやっぱり定番の雪の宿しかちょっと知らなくて、その他の種類あんのってなかなかね知りませんでしたね。だけどクオリティがすごい気になりますんで、これも見つけ次第回していきたいと思います。はい、続きましてバラエティ系のガチャガチャ見ていきましょう。こちらトイズスピリッツダイキャスト製伝説の魔法の杖マスコット1回500円のガチャガチャです。これすごくない？推しのフィギュアとかにさ持たせたら可愛いんじゃないの？ダイキャスト製って結構リアルってことでしょ？これね、誠一さんフィギュアないんで自分に魔法かけたいぐらいですよ本当に。続きましてウルトラニュープランニング魔法書のようなミニノート1回300円のガチャガチャです。あれ、さっきもね魔法だったんですけど、今回も魔法書ですね。これ杖と一緒に合わせたらいいんじゃない？本当なんかドラクエみたいになっちゃうね。だけどこれ中身とかどんな感じになってるのかも気になりますね。続きましてレインボー木製サウナの鍵1回300円のガチャガチャです。出ました、サウナ系ガチャ、めっちゃ人気ですよね。やっぱ形、このね定番の鍵の形が好きだな。でも名前はスカイブルーとかビッグウェーブとか割とね尖ってるところも面白いですよね。続きましてビーム本当に一枚一枚手書き他人の家の秘伝カレーレシピ1回200円のガチャガチャです。出ましたね今回もっていう、誰ですかっていうところなんですけどね。ギャルにしろイケメンにしろね、なんかそのパスタを作るとかいろんなの出てきましたけど、まだ今回秘伝のカレーレシピですからね。いやーこれ1回はちょっと回したいかな、うん、どんなの書いてあるかね。でも意外と見つからないんです、これレアのガチャガチャなんでね、見つけたらね、まあ SH さん回したいんですけど、皆さんも回してみてください。はい、続いては J ドリームクリア温泉チャーム1回300円のガチャガチャです。めちゃくちゃ気になるこれ、 I love you とかさ、キツネ温泉郷めっちゃいいな。これはねこの2つ狙って回したい。そして注目するところはね、牛乳のキャップがちゃんとついてるんですよね、さりげなくね。今までアクリルチャームだけだったと思うんですけど、この牛乳キャップがついてるのはポイント高いですね。これはちょっとこのいずれかね I love you か狐が当たるまではね回してみたいなと思います。はい、続いては J ドリームパンの袋を止めるやつカラビナ21回300円のガチャガチャです。最近このタイプ多いですね、毎回紹介してる気がするんですけども、今回はクリアラメということで結構キラキラするタイプかな。あとこのガチャガチャはね食品系のガチャとすごく相性がいいので、ボールチェーンくくりつけてね飾ってもいいだろうし、持ち運んでもいいだろうし、いろんな使い方がねできるかなと思います。はい、続いてはトイズスピリッツ本当に流せるスーパーギミックトイレマスコット2 1回500円のガチャガチャです。ザ・バラエティって感じでいいですね、直球じゃないですか。結構第1弾はね誠一さんこれ回せてなかったんですよね、っていうか見つけられなかった。いや結構人気だったと思うんですよね第1弾。これこそ実際にあるものがねすごく細かく再現されてるんでね、これは見つけたらねショート動画とかでもギャグでちょっとアップしてみたいなと思います。はい、続きまして福屋星雲ボイスマスコット1回500円のガチャガチャです。これそういえば最近星雲さん CM 流れないですよね。星雲それはって君が見た光って流れないよね、どうなっちゃってんの。そんな歌が今回押すと流れるということでね、まあ、昭和平成の世界線ではもう名曲に入るね星雲のテーマなんですけども、これを実際ね当てて流していきたいなと思います。はい、続きましてケンエレファント日東社マッチミニバッグ1回400円のガチャガチャです。ケンエレさんからバッグがね出てきました、珍しいですね。結構リアルなミニチュア系が多いかと思ったんですけども、今回はなんとマッチのバッグです。横見てください、ちゃんとするところがね色変わってるんでめっちゃ可愛いですね。しかもこれシャレなのかな、使いやすいマチ付きバッグって書いてますからね、ちょっとこれねかけてるね。
そして続いてはアニマル&キャラクター系を見ていきましょう。こちらケンエレファント起き上がりポロンちゃんミニレトロカラーバージョン1回400円のガチャガチャです。あ、これ見たことありますね。ザ・レトロって感じ。さすがクオリティの高いケンエレさんです。いや、本物なんじゃないかっていうぐらいね、クオリティが高いですね。アデリアレトロとかのガチャと合わせて飾るとめちゃくちゃ可愛くなりそう。続いてはエールごめん猫マン1回200円のガチャガチャです。これ見て、中超可愛いんですよ。猫寝ちゃってんのね具じゃなくてさ、猫が入ってるところがめっちゃ面白い。これは食品系好きとね、アニマル系好き両方いけるガチャガチャですね。続いてもエールプカプカキー1回200円のガチャガチャです。これめちゃくちゃね大人気なんですよ。何回かこのカキシリーズ出てると思うんですけども、すぐねなくなっちゃったりしてるんですね。今回はお風呂とかに入れればいいのかな、浮くのかな。これはプカプカキーですからね、ね、お風呂でこの可愛いのに癒されたいですね。続いてもエールつぶらな瞳のお惣菜ぬいぐるみバッジ1回300円のガチャガチャです。珍しい、今回はぬいぐるみだけじゃなくてこれバッジがついてるんですって。だからさ、これカバンにぶっ刺してもいいし、いろんなところにね刺せますよね。まあボールチェーンみたくプラプラつけてるのも可愛いんですけど、ピタってくっついてるねこのつぶらな瞳のシリーズもねめっちゃいいんじゃないかなと思います。はい、続いては TCP 東方プロジェクトゆっくり缶バッジ1回200円のガチャガチャです。これはもうね皆さんおなじみですよね。 YouTube とか見てる方はちょっと機械音っぽいねこの2人が喋ってるシーン見たことがあると思うんですけども、その他にもね全然 SH さん知らないキャラクターがたくさんありましたんで、意外と皆さんねこういうキャラクター好きな方はね狙ってくるんじゃないかなと思います。はい、続いてはクオリアチョコがけメープルシーマスコットボールチェーン1回300円のガチャガチャです。これもねずいぶん前に出てきたんですけど、今回チョコがけですね。これバレンタイン狙ってるのかな結構まあそうですよね、時期的に2月ですからチョコ系も確かに多かったと思うんですが、今回このアニマル系もチョコまみれでございます。そして内容もめちゃくちゃ可愛いね。クラゲもいいし、ウミガメもいいし、人でも可愛いし、これどれもいいね。さあ、いよいよ最後になりました。クリエーションコム驚きアニマルフォトフレーム1回200円のガチャガチャです。すごい可愛いんだけどこれいや、しかもアニマル系のフィギュアとかじゃなくてこれ写真だからねこれまあ1回200円なんで割と回しやすい価格かなと思います。はい、ということで今回は2024年2月発売予定のガチャガチャパート2を皆さんと一緒に共有してきました。皆さん気になるガチャガチャありましたか？ SH さんは今回もやっぱり食品系のガチャガチャね欲しいのたくさんありましたんで、どんどん2月も回していきたいなと思います。回したガチャガチャは開封動画でアップしますので、そちらの方もお楽しみにしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。